この時は5月から8月にかけて連勝を続けました。うちがこう川面が絞って、そして森下がどちらかというとヤン・マテウスを気にするってことですかね。はい、マテウス、カストロ、長いユンカー、左足で持って振る、セカンドボール長い拾う、当たりました、ゴール、名古屋先制、リフレクションがあって長いプレー生まれましたから、はい、まあ、ここのワンタッチでうまくこうユンカーが前を向いて、まあ、一旦フィニッシュはブロックされましたけど、うまくそこをセカンドボール回収したこの後ですよね、永井が拾って、まあ、左に展開するという選択もありましたけど、まあ、ここはしっかり思い切ってフィニッシュを選択したことで、まあ、最終的には松原に当たってリフレクトしましたけど、まあ、うまくこう枠に飛んできましたね。エベル外側ポスト、狙います、プレ球、強烈なコンタクト、あ、マテウスが座り込んでしまいます、一気に入れ替わってエベル入れ替わってフィニッシュ、同点、キーパーからです、追いつきました F マリノス。いや、そして少しマテウス・カストロが倒れたままですよね、まあ、ここは本当にマテウス・カストロのこうブレー球素晴らしかったですけど、まあ、ここでしっかり防いで、まあ、しっかり前線の状況を見た形での判断、技術の高さ、そしてランニング、まあ、あとはこのかわしての、まあ、フィニッシュワーク、本当に全てのプレーの質が高かったですよね。はい、でそのマテウス・カストロはフィジカルコンタクトを受けてマイボールにして打ちに行ったんですけれども、そこで痛めた箇所が、渡辺引きつけて藤田から横パス、松原、この人はミドルシュートもあります、西村へ、藤田綺麗に崩して逆転、35分、1対2、逆転に成功です、 F マリノス。このその幅を取り方で出し入れしながらこう縦パスが入ってからの、まあ、この前線の関わり方ですよね、まあ、そして西村のこの横パスに対してアンデルソン・ロペスがま触らずスルーをして、まあ、藤田がま3人目の動きのような形でまた自ら冷静にこうインサイドで合わせたっていうところ、非常にこう左から来るボールを右足で合わせる技術の高さが見えましたし、稲垣から前線が預けに行ってユンカー、長い、ちょっと長井が倒れたままです、左から森下行ってマテウス・カストロ、折り返し、ユンカー追いつきました、名古屋、綺麗にパスがつながりました、2対2、前で起点を作りましたね、ユンカーが起点を作って長井がまたつないで、まあ、最初にこここう F マリノスのミスにはなりましたけど、うまく森下が回収してマテウスを選択して、まあ、この股を抜いたこうパスの、まあ、アイデア選択というところも素晴らしかったですし、まあ、それを信じてユンカーがポジションを取り続けたということで、まあ、この得点シーン生まれましたね。はい、シーズン11ゴールになりましたキャスパー・ユンカー。泉が追い越していく、マテウス・カストロ、稲垣、得意の左足、森下、マテウス・カストロに戻します、ゴール前にはユンカー、藤井、長井、大外、中谷、打ちます、セカンドボール、反応はしましたが枠外でした、藤井のヘッド、セカンドボール、アンデルソン・ロペス、ヤン・マテウス、上中出る、折り返してくる、川面から流して森下、ダイレクト浮き球のパス、酒井のよし、チャンス、ラストパスが来て、来て、マティウス、オフサイドフラッグ、ところでかなり際どいとは思いますけど、
攻ですね。ただここしっかりこうプレーを続けて中で追加タイム6分が経過しました。試合終了2対2。